2014年の第2部、2015、2014年に、テレビ東京が、開局50周年を記念して、木曜8時のコンサート名曲、日本の歌と2011から2013年の夏に制作されていた、プレミア音楽祭を統合し、開局50周年特別番組、テレ東音楽祭のタイトルで制作された番組である。番組全体の総合パーソナリティに、 ところージを起用。第1部を宮本隆二、松丸幸司会による木曜体をベースにした木八。今夜だけ木曜6時半のコンサートを五反田優ポートから。第2部を国分大地司会で慣れない生放送をドタバタですいませんに SP をテレビ東京天皇図スタジオから生放送した。第1部は演歌歌手。第2部はポップス歌手が出演した。 2015年6月24日に第2弾となるテレ東音楽祭りようこそテレ東へが放送されたが、では、とは異なり全編同士で、テレビ東京天王洲スタジオからポップス歌手中心の構成となった。演歌曲は翌日放送の懐かしの昭和メロディ内で放送された。2016年は6月29日に第3弾が放送された。 正式タイトルの語尾がこれまでの回数から西暦に変更。タイトルロゴは TV 東京ミュージックフェスティバル2016と英語表記に変更された。また放送時間が昨年より5分拡大。さらにこの回以降テーマが思わず歌いたくなる最強ヒットソング100連発に統一された。この回ではテレビ東京の人気番組とコラボということで ところさんの学校では教えてくれないそこんところ。ザ・カラオケバトル、ありえへん世界とのコラボ企画、たけしの日本の味方。よりビートたけしからのサプライズ VTR、世界なぜそこに日本人より、世界で歌われている、日本の歌一番歌われていたのはの VTR、そして当日スタジオ周辺で、もやもやサマーズ2のロケをしていたサマーズと、かのエリアアナウンサーが、 終盤スタジオに駆けつけた。以後、当番組では、テレビ東京の人気番組とのコラボレーション企画が恒例となっている。2017年は6月28日に第4弾が放送。これまでのテレビ、東京天皇図スタジオに加えて、前年11月に六本木グランドタワーに移転した、テレビ、東京本社との二元中継で放送された。2018年は6月27日、 放送時間が昨年より30分拡大されて番組過去最長となる約5時間の放送となった。また、テレビ、東京天王洲スタジオと旧本社であるテレビ、東京神谷町スタジオとの2元中継で放送された。2019年は6月26日に第6弾が放送。2017年以来2年ぶりにテレビ、東京天王洲スタジオとテレビ、 東京本社との二元中継で放送された。2020年は6月24日に第7弾が放送。ただし、新型コロナウイルス感染拡大の影響により1時間短縮の上前編にわたり事前収録となり、テーマも今回のみ、思わず歌いたくなる最強ヒットソング100連発からもう一度聴きたい最強ヒットソング100連発に変更となる。また、 本年は9月30日に第8弾が放送され番組初の年に再放送となった。2021年は6月30日に第9弾が放送。出演アーティスト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 出演ゲスト出演アーティスト出演ゲスト主な出来事出演アーティスト主な出来事オープニングは大地が Z スキーをして 海に落ちるというもの。出演アーティスト主な出来事出演アーティスト主な出来事出演アーティスト主な出来事。ありがとうございます。